どうも、お疲れ様です。これからサラリーマンがますます必要とされなくなる時代が来ると思います。えー、ただ、サラリーマンがこの日本から一人もいなくなるってことはね、なくって、おそらくサラリーマンでいる人の割合ってのは減るでしょうけども、まあでも、ある一定のレベルでは存在するんだろうなと思います。実はね、こういったムーブメントって昔から結構起きていて、まあ例えばね、あの、日本人のほとんどが農業をしていた時代ってあるわけですよ。 食料の生産に関わっていた時代ね。これ長かったわけですけども、あの、農業器具とかね、それから、あ政策がいろいろ絡んできたりとかして、でいつの間にか、日本人のほとんどは農業をやらなくなったんですよね。まあ、それでも私たちは、まあ一応ね、輸入に頼りながらも、何不自由なく食べることが今はできてると思うんですよ。じゃあ、農業に携わって、 いや、俺は農家しかできないからね、っていう人がたくさんいた。つまり、今のサラリーマンと同じような状態で、農業をやっていた人が、だんだんね、農家の仕事がなくなっていって、それで路頭に迷ったのかっていうと、確かにそういう人もいたでしょうけども、大部分は違うんですよね。まあ、例えば、あの、農家を誰もがやらなくても良くなってきて、で、農耕器具が入ってきて、 もう本当にね村人総出で田んぼをやっていたっていう時代から機会があるから別にね手伝ってもらわなくてももうできるよっていう風になってきてそれまで農業を毎日やっっっってててきたた人の仕事がどどどどどんどんんどんんなくなっていったらどうななくいらうるかっていうことなんですよある人はその農業体験を手記にまとめたりとかねでそういったものを出版に生かしたりとか農業を効率的にするためにはどういう風に考えていけばいいのかみたいなノウハウ本を作っていわゆる情報商材ですよね。そうやってて身を立てる人もいれば 農業しなくなってよくなったんでとりあえずお金のためにね働かなくちゃいけないけどもどんな仕事があるのかなというふうに探し始めた結果仕事を紹介する仕事っていうのがねものすごくこう流行りだしてきてじゃあいろんな仕事を転々としていろんな仕事の特徴を捉えた人がじゃあ俺も仕事を紹介する職業を始めようかなっていうふうにして今でいう仲介業みたいになっていくみたいなこともあったわけですよ。あとは 元農業をしていた人が、例えばね、趣味に打ち込んで、で、まあ武道の道に入ったとかね、それから学問の道に入ったとか、まあそういった形で、新たなる職業に、いわばこう、トライしていったっていうところもあるんですよ。だから今で言うと、サラリーマンの方が、じゃあ、どんどんね、リストラされて、 でそれで一生仕事にありつけないかって言ったらそんなことなくってサラリーマンがもうねできなくなってきたからちょっとなんかことを起こさないといけないよねみたいな感じであの様々な仕事の分野を広げていくってこともあるんですよね。で実際人類の歴史っていうのは産業革命があっても結局人は仕事をなくすことはなくってむしろ産業革命で多くの人が必要だった仕事に あんまり多くの人が必要なくなった時っていうのは、あぶれた人が新しい仕事をね、作っていったんですよね。それこそ、娯楽ですら仕事になってきたわけですよ。最近でも、その、何、e スポーツって言って、ゲームが仕事になりだしたっていうところもありますよね。あとは、多くの人があの趣味とか娯楽で描いていたイラストとかね、音楽を作るって仕事も、やっぱりそれが一つの職業になっていったということもあると思うんですよ。それこそ、 ほとんどの人が農業をやらなくちゃいけなかった。ほとんどの人がサラリーマンをやらなくちゃいけなかった。そうしないと社会が維持できなかった時代っていうのは、そういった趣味の世界っていうのが仕事になることっていうのはほとんどなかったんですよね。特定の人がその分野を独占していたんですけども、サラリーマンもできなくなってきた。 で、農業人としてもほとんどの人があぶれてきたっていう時にはそういった特定の人が独占していた趣味の領域とか今まで特別な人しかできなかった学者みたいなところも結構普通の人ができるようになってきたんですよね。でまさに最近のその YouTube の台頭っていうのは専門的な知識を身につけた人じゃなくって言ってみればズブの素人がどんな感覚を持っているのかってことに、まあ、一番こうね、うん、一般大衆が興味を持ってきたってことだと思うんですよ。ね 最近でもね、大谷翔平さんがなんかね、えー、その通訳を絡んで事故を事件を起こしたみたいなことがありましたけどもあれを一方的にそのスポーツの専門家とか犯罪の専門家が何かね借地定規なことを言うんじゃなくて普通の人の感覚で「あれはないっすよね」みたいなのがまあ共感を呼んだっていうところもいわゆるバズる原因の一つになったのかなと思いますしそういうふうな普通の人の。 オオピニオンリーダーもだんだんこうね取り上げられてきたってこともあると思いますまさにブログのアクセスが高まったりとか YouTube のチャンネル登録が増えたりっていうのは普通の人が普通の人の意見を求め始めた時代ってことになるのかなと思うんですよまあこういうふうにして、まあ、何がねマネタイズできるのかってことはもう 本当にに無数にあっもう、ねえーまあ、どれでもこれでも金になる仕事になるっていうことなんで、まあ、逆にねこれからねサラリーマンが不要となる時代にどんな新しい分野が生まれるのかっていうふうに、まあ、非常にねワクワクするところありますね、うん、もう私自身ねサラリーマンを求めてずっとやってきましたけどもサラリーマンになってサラリーマンを辞めてじゃあどうなるのかなと思ったら案外うまくできてますからねだからこれもサラリーマンが不要となる時代 逆を返せばサラリーマンがいらなくなくったっていう風に捉えるのは経営者からしてもそうだし私たち働く人のチャンネルとしてもねサラリーマン以外の選択肢も出てきたっていうことなのかなと思っちゃうんですけども皆さんいかがお感じでしょうかそれでは本日も行ってみましょう